ほいっしゃー。9月18日日曜日、出発から66日目、場所はね、福井県の野坂憩いの森キャンプ場です。いやー、よかったね。ここはでもちょっとキャンプサイトが上上がるんだね。でも設備はね、無料にしてはすごい完璧で、コテージ借りても2000円だったしね、いいキャンプ場だわ。ちょっと雨降ったけどね、でも木に囲まれててね、余裕だったわ。8時40分出発。今日の予定はね、とりあえず福井はね、東尋坊だけかな、永平寺とかね、恐竜も福井だったかな、あったんだけどね、この前旅行来たんだよね。まあ、東尋坊も来たんだけどさ、でもあそこは道沿いだからちょっと寄るわ。まあ、でも天気悪いな、風も強いし。でその後石川県に入って、ゲーム仲間、5人目のゲーム仲間に会うわ。まあ、会ったこともない人なんだけどね、ゲームの中だけで話すような人だったんだけど、リアルで初めて会うわ、ゲーム仲間に。5人目、ドキドキすんね。その後はね、石川県の能登半島、結構上の方まで行けるところまで行ってみようみたいな感じかな。現在9時30分、敦賀市からね、東尋坊までずっと海沿いを走る305号線かな、潮風ラインっていうね、道路通ってるわ。いよいよね、雨がね、本格的になってきた。台風に追いつかれたかな、結構風も強いんだよね。ちょっと台風情報見てなかったわ。下の方から台風がね、北上してきてるのは分かってるんだけど、追いつかれたのかどうなのかな。でも風強いよな。現在11時7分、もう東尋坊間近なんだけどさ、ずっと雨降ってたわ、やばいね。前も東尋坊は来たことあるんだけどさ、天気悪かったんだよね。今回も天気悪いな。はい、11時10分東尋坊到着。いや、日曜日はやっぱ混んでんな。無料駐車場、まあ、バイクはどの道無料だろうけど。よし、到着だわ。うわー、混んでる。雨降ってんのにすごい。写真だけ撮って帰るか。どこだ東尋坊。ああ、あの岩だったっけな。なんか岩があったよね。よし、ちょっと小ぶりになったからさーっと行って、さーっと見て写真撮って帰るべ。うー、前は風強かったけど今回は雨だな。これが東尋坊です。これが東尋坊だよ。はい、よし、名称東尋坊、写真撮ったな。だってこれ以上はカメラが壊れちゃう。帰ろう。いやー、前来た時と全然違うな。やっぱ日曜日は混むんだな。誰もいなかったよな、前来た時。次はゲームの友達に会うんだわ、5人目の。はい、12時13分県境です。石川県に入ります。福井終了、石川です。映ってねっかな、曇ってっかな。いやー、雨の中ずっと走ったわ。頑張って、1時にちょっと約束だからね。とりあえずね、今ね、小松駅の駐車場に停めて、ちょっとお出かけできる格好に着替えるわ。5人目のね、5人目のゲームの仲間に会ってくるわ。はい、2時40分
ゲーム仲間、5人目のゲーム仲間と今はね、カレー食べてきたわ。さーて、まだずっと雨降ってるけど、これはずっと続くからな。出発かな。3時14分だわ、今。なんだかんだ支度してたら結構時間経っちゃったな。はい、現在5時ちょうど、金沢駅に来ました。まあ、特にね、何もないけど、一応駅がちょっと観光地になってるっぽいからね、来てみたわ。写真ぐらい撮っておこうか。現在7時30分、河北市のイオンに来ました。とりあえずね、今日、雨でずっとね、充電して走れなかったからね、イオンでね、ちょっと充電してからキャンプ場に向かおうかな。キャンプ場はね、こっちの方角、15分ぐらいで着くのかな。まあ近いしね、キャンプ場の人にももう連絡したっていつでもいいって言ったからね。よし、イオンちょっと充電しながら探索だな。久しぶりにでっかいイオンに来たなぁ。10時10分、河北市のイオンモール出発。いやー、だいぶ長居させてもらったなー。充電もできたしね、腹ごしらえもできたし。いやー、イオンはネットも使えてね、結構便利だったなー。大崎海浜公園入り口、3組ぐらいいるって言ってたなー。静かに行かなきゃなー、俺遅くなっちゃったから。お礼の手紙か。10時46分テント設営。これで入ってもうすぐ寝ます。おやすみー。